兄貴、ちょっと待ってください。ユータのやつが。ん？すんません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけ、そうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい、頼むって、もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ！あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。ん？あ、兄貴、これちょっと見てつかさい。ん？東条会の六代目が無所に入るって書いておりますわ。何？控訴棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか。こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も。俺はもう東条会の人間じゃねえんだ。じゃけど東条会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう東条会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、分かった、もういい。あんたには頼まねえよ。気流の兄貴、頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました、じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカたれ、兄貴に礼の一つも言えんのか。恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃ、わしらも行きますか。ああ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お願いです。そう、これです。ありがとうございました。
男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、ボラ。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ？俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹？優也？うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴。